ですが非常に残念しかあいませんもう言葉が聞かせん火星人何ぞぞですがこの太い気持ちはなも誰も緊急事態宣言以前から言ってます今わさぎオーバーシュートの局面を大幅に超えておりますクラスターの効果感染経路不明者が多すぎる今やすでに感熱状態緊急事態宣言今騒ぎ出すべきふざけてるのも大概にしてほしい宣言後にはありえないふざけんなうん今の状況は ふざけてるしか言えない。このままでは急増の可能性、すでに第8波と考えなさいいい加減にしなさいと言いたいです。今日は新型ファッションプロジェクト及び、今日はモノマネの帝王、コロケさんが卒業されると報道を聞いて、えー、特別にモノマネ披露します。モノマネグランプリ今夜ですけども、はい。まずコロケがやったモノマネ、ちょっと短くてすいませんが、披露します。まずは、岩崎ひろみさんのドボンです。いつでもふざけがでいが死んではずで 次はじゃあ、イットボットの五木洋さんぺぺぺぺぺぺあ、よっかはまた、そ、たもやってたね次、後継がやった武田哲也さんがすはい、どうも武田哲也です食っていうのは人を良くするだから食事は大切ですこのバカチンガえー、じゃあ千秋直美さんがすいつものように真っ暗く わかんないですあとはいそれじゃあ、えー、三河健一さんいいえ私はサソリ座の女沖の住むまで,、うん、で三河健一次瀬川いきますもう 今のは瀬川栄子ですね。瀬川栄子、もう一度もうやります。もう、瀬川栄子です。はい、じゃあ、サブちゃんいきます。まう、あ、祭りだ、祭りだ、祭りだ。これが日本の祭りだよ。次、島家、あいーん。次、ージョージさん。 どうも、高野ジョージです。ええー、今日はク木クさんが卒業されると聞いて一言メッセージ言います。ありがとう。YouTuber として活躍してね。どうでしょうか何度も言いますガイドジェださい。在庫今日もまたグイドもうごないガイドインタビューもやさないエステジョン会がもう言うと、山崎は来いださい !Stay home! バイバイ